地元の高校在学中にですね、アメリカ留学に行って、留学先でレペゼンフォックスに出会いました。その後帰国して高校を卒業した後に、関西で過ごすんですけれども、関西に残っている間に、ウズという着物アーティストに出会い、そこから二人で会社を立てました。で、その後、大学の必要性っていうのを再認識して、今回志願させていただきました。レペゼンフォックスとはもうかなりの付き合いというか。大体3年間ぐらい今経っていまして、元々はファン。だったんですけども、もう好きすぎて、ストーカーみたいなことをして、で、徐々にこう受け入れてもらって、関西に来た時にお手伝いしたいだとか、アメリカ中はですね、ちょっとマネージャーのようなこともしながら、タイにも同行していました。僕が残り5ヶ月間ですね、KOSFC の2025年春の一般入試に合格するまでのサクセスストーリーを、虎の方の塾に入塾させてもらって、そこからのサクセスストーリーをお届けさせていただければなと思います。その中で入塾する際の費用50万円を出資していただければなと思っています。まず、レペゼンフォックスが今こういう騒動の中、渦中にいる青さんとも申し訳ございません。すいません、もう関係者としてそこだけはもう謝らせてください。本当にディレイヤーとかも失礼なことして本当に申し訳ございません。すいません、初めてレペゼン関係者に頭下げられました。すいません、代表して頭下げさせてもらいます。みんなの思いを代弁してるんです。すいません、こっちもしないです。すいません。今はもう高校卒業して、受験生的に言うと浪人生の期間みたいな。一応はい、そうですね、2浪目を始める。2浪目なんですね、はい、大学に行きたいって思ったきっかけは何ですか？まず1回目栄養入試に挑戦したんですけども、そのなんで栄養入試に挑戦したかっていうと、そういういろいろあって関西に残ってたんですよね。で、関西に残ってた時に地元の先輩に会って、でそれ SAC 卒業して、もう商社に勤めてらっしゃる方なんですけど、この方に、いやお前 SAC とか行ってみたらいいじゃんみたいな言われて、その SAC のことをいろいろ調べていくうち、なんかすごい自分が興味のある分野、例えば DJ してる先生がいるとか、映像むちゃくちゃ詳しい先生がいるとか、だから自分の好きなことばっかやってる先生いるなってか、そんなんが勉強できるんだって思って、SAC の志願を考えて、栄養入試を挑戦したんですけども、一回そこで不合格になってしまって、二次試験まで行ったんですけど、二次試験ちょっと落ちてしまって、どうしようみたいな。ただぶっちゃけ僕はもう2次も受かると思ってたんですよね。受かると思ってたんで、もうその後もう東京行ってこういうことしようとか思ってたんですけど、そこで一気にその夢が破れたんで、どうしようってなって、もう1ヶ月ぐらいずっと悩んでて、この先どうしようみたいな。で、悩んでる時に、もう大阪城公園とか行って、もう一人でおじさんとか眺めてたんですよ。うわーみたいな。自分この先どうなるんだろうみたいな。大学行かずに、レペゼンもどうしようみたいな時に、渦っていう。着物アーティストとして、友達だったんですけど、その子もすごい悩んでる時期だったんで、じゃあなんか一緒にやろうかって言ってこう始めました。で始めて、だいぶなんかその子もすごい力があったんで、いろんな活動して YouTube とかも一緒にやってたんですけど、なんかこれって僕が本当にやりたかったことなのかな、本当の夢ってなんだろうみたいな考えて、もうずっとわーってなってる時に気づいたんですよ。うわみたいな。朝みたいな。自分のやってること朝みたいな。もう何の専門性もなかったんですよね。なんで、なら大学に挑戦してみてもいいかなと思って、もう一回その内容で栄養に行ったんです。無理だったんです。一時も突破できなかったってなった時に、もうこれは一般入試だと。で、無事に逃げてました。一般入試から。嫌だったから、勉強するのが。もう努力することなんてしたことなかったんで。でも、一般入試っていわゆる道決まってることさえも、頑張れないで何もできないなと思って、今回決意して出演させてもらったっていう感じですね。長くて何言ってるかわかんねえな。すいません、申し訳ございません。ちょっと話すと長くなっちゃうタイプなんで。今のは何だったの？よくわからなかった、ね。すいません、ちょっと僕の人生を語ってました。すいません。全然、受験？何？同じ書類使ったらまた落ちたって話？そうですね、はい。何やそりゃ。自分が浅かったってことですね、はい。ちょっと喋り方が DJ 社長にすごいインスパイアされてる。すいません、多分めちゃくちゃ影響受けてると思います。改めてもう一回聞いてもいいですか？はい。なぜ大学に行きたいと思ったんですか？いや、例えば DJ とか。いや、落ちたらどうだとか関係ねえだろうかね。着物がとかっていうのは、あんまり大学受験と関係ないかなと思って。すごいとは思うんですけど。なんか、大学自体に興味がなかったんですけど、やっぱそういう大学もあるっていうのを一個知った上で、ここなら行ってみたいってやっぱ思えたんですよね。その SAC の環境的にも、そこにいらっしゃる方の話聞いてても。それで受験を決意したって感じです。なんでそれは DJ してる先生がいるから SAC に。やっぱ DJ して、DJ だけじゃなくて、それを研究できるというか、その専門性をこう高めれるってことで。DJ すればいいじゃん、別に。DJ も今、してるんですけど。いいよ、大学行かなくて。で、やっぱおっしゃるんですよね。いろんな方おっしゃるんですけど、そういう方は、めちゃくちゃ長けてる部分がすごいあるなって思うんですよ、何かに対して。僕やっぱ努力をしてこなかったんで、ここで一回本当に努力をしたいなって思って。努力したいから大学受験したりもよくわかんないよ、それ。でも大学受験っていう一個経験はやっぱすごい大事なものだなと自分でも思ってますし、机に向かってやっぱシャーペン握るっていうのがすごいやってみたいんですよね。こんなんで小場所から出るわけないじゃんな。机向かって努力してみたいんでっつって。してみたいから、そこをもちろんサポートしていただきたいなって感じ。いや、ただ英検準一級合格してて、留学したからやっぱ英語は得意。そうなんですよね。そこもぶっちゃけ、リスニングとライティングとスピーキングですごい賄った部分はあって、もう喋る英語に関しては基本的にはもう難なくできるんで。スコアも英検準一級の基準点が2304点なんですけど、
2405円なんで、結構お出来になりますよね。ありがとうございます。すごいなと思うんですけど、ただなんで大学行きたいのかが全くわからないっていう。DJ になるために必要な何かを SFC で学べると思っているってことですか？そうですね。具体的にどういうことか。ぶっちゃけ、まあちょっと今回の DJ との話にも関連するんですけど、DJ ってぶっちゃけなろうと思えば誰もなれるんですけど、まあいろいろスクラッチの分野だってヒップホップの分野だっていっぱいあって、僕がなりたい DJ っていうのは GMO だったり、ウルトラとかに出れるような DJ になりたくて、で、それのなんか総合演出みたいなのを学んで、どうしたらその、まあ、観客に空間を楽しんでもらえるかっていうので、総合演出を学びたいなっていうふうに思っています。基本的にそういういろんなイベントって日本でもあると思うんですけど、はい、総合演出の方っていうのは大卒で、それ SFC とか出られてる方が多いんですか？っていうわけじゃないんですけど、日本人でまずいらっしゃらないんですよね。その基本的にメインに立たれてる、メインタイム、もう夜のむちゃくちゃいいタイミングで立たれてる方っていらっしゃらなくて、まあ、多分それってなんでかって多分 DJ の中でもそこ立たれてる方ってもう本当に本質もすごいし、技術もすごいし、総合点みたいなところだなって僕は思ってて、そこをある意味、まあ、DJ 社とは今頑張ってますけど、こう学問っていう研究っていうテーマで一つできるんじゃないかなっていうふうに僕は考えています。SFC がそれが強いんですか？ SFC が、まあ、実際にその VJ って言われる、まあ、後ろの映像とかもそうなんですけど、もう実際学べたりとか、で、あとは、ま、その DJ 自体も研究にできる。じゃあ DJ って、ま、曲と曲を基本的にはこうミックスさせるということが重要なんですけど、じゃあそのこういう曲を流した時にどうその人の感情とかグルーヴ感っていうんですけど、グルーヴ感がどうやって出るかみたいなのを研究として学べるっていうところがありますね。あとはやっぱその自分映像もやっぱある程度やってて、英語もまあある程度喋れるんですけど、ぶっちゃけ中途半端っちゃ中途半端で、なんかそれを全部総合的に学べる場所だなっていうふうに考えてます。 SFC で学ぶよりそういうこと仕事してる人に指示するとか、そっちの方が学べるんじゃないですか？すべてにおいてそうだと思うんですけど。まあ、まず、そうです、ね。俺今喋ってない。あ、ごめんなさい。すいません。申し訳ないです。すいません。ちょっと、そういう性格でごめんなさい。どうぞ。日本で複合的に全部の学問を掛け合わせて学べるっていうのはやっぱり SFC だけだと認識もしてますし、新しい DJ の分野だなと思ってて、僕がやりたいことはその総合演出でこう沸かせるっていうのは。で、SFC を、はい、しました。親御さんとかは、今回の件どうなんですか？なんか、中高一貫の私立行ってるなら、なんか留学するお金もあったりとかで、結構こう裕福なのかなって。そうですね。ぶっちゃけ裕福な家庭っていうのも、ではあるかもしれないんですけど、ずっと自分自身が主体的にやっぱ勉強に向かったことがなくて、もう親からずっとやれやれやれっていうので、この5年間、6年間やってきた中で、今回今初めてこう自分の中で、自分でやりたいな、自分でこの大学行きたいなって思ったのもあって、それでちょっと塾さんも今ずっと探してる状態だったんで、なんかちょうどいい機会かなっていうふうに思って、今回。お話しさせてもらってます。その思いをなんか、初めてこう自分でやりたいと思ったんだっていうのを親に伝えたら、じゃあ出してあげようってなんかなりそうな親なのかなと思ったんですけど。まあ、ぶっちゃけ、ちゃんと、まあこういう塾に行きたくてっていうのをまあ話したら、おそらくまあ出してくれるとは思うんですけれども、だから僕的にはこうずっとやっぱり援助を受けてきて、もちろんすごい感謝してるし、すごい恵まれてるのは実隠してるんですけど、こういう機会でなんかやっぱり自分のこの思いを表現して、自分の力で掴み取りに行くっていう気持ちで今。望んでますね。だからぶっちゃけそうですね。まあ本当にお願いして、まあお願いしたら、まあ塾の費用っていうのも出してはくれると思います。岩井さんがここにいたら絶対に言うことがあるんですよ。なんだと思う？じゃあ出してもらえよ。なんでなんで俺たちが出さなきゃいけないんだよ。それもいいそう。それもいいそう。いいね。いいね。うん、正解はぶっちゃけ言い過ぎって言います。確かに。すいません、もう。言うのもある。こんなことなってる。口癖ぶっちゃけだねぶっちゃけ禁止な。女、もう何回もぶっちゃけられてるから。そんな、ぶっちゃけな話しなくていいんですよ。普通にしてくれればいい。英語力と音楽力も、ぶっちゃけ中途半端なんですよ。別にぶっちゃけな話でもないんだよ。どこの塾行く予定なんですか？決まってなくて、まあ、はいはい、今日、参加者さん方いらっしゃると思うんで、その中から、こう自分の今の状況を鑑みて、一番合った塾に行かせていただければなっていう風に思っています。ありがとうございます。いただいていただいたら小橋は絶対受けないだろう。嫌いそうだよね。いや、そんなことないです。そんなことない。合わなそうじゃん。まあ僕じゃなくて講師がやるんで。合わないってことですか？塾全体が小場所ばっかじゃないの？あ、僕みたいな人間、うん、ばっかりではないですよ。いろんな講師がいる。一番なんかさ、お前大学行く必要あんのかみたいな感じで、一番合わないんじゃないかな。実力やっぱあるんで、勉強あんましてないですよね、多分話聞いてる。そう、もうなんかもう、ぶっちゃけ感覚で。あ、ぶっちゃけだ。ぶっちゃけじゃない、ぶっちゃけじゃない。正直。To be honest. いやけどね、少年ピックに合ってるのは実は動画編集キャンプが一番いいんじゃないか。確かに。そうがいいんじゃないの？クリエイターになった方がいいんじゃないの？クリエイター、そうですね。
今回のプランの一つとして、まあ、そっちもね、ぜひ広告として、宣伝として、広告じゃない、宣伝としては、させていただきたいなと思ってます。僕も、まだまだ映像技術はまだまだなんで。うん、でも、レブジェン関連になんか宣伝効果期待して融資するの結構僕も飽き飽きです。何かあった？DJ 社長ですね。あんな感じですけども、僕のこの3年4年間一緒にこういた状況として、ある意味、今はちょっと成長段階というか。DJ 社長、今頑張っておられるわけ、ね、頑張ってます。なんか、社長的には、これまでやっぱ日本をずっと攻めてきて、こう日本で受けるスタイルっていうのをずっとやってきました。そこに対して、まあ、ファンの方の思いを踏みにじることは絶対にしちゃダメだと思います。ただ、やっぱ社長がなりたいぞっていうのが、ああいう世界のステージに立つっていうことに対して、やっぱそこに行く一番の方法っていうのは海外行って、それ再起とかのフェスいっぱい出るっていうのがやっぱ、まあ、彼なりの多分、道だと思ってて、もうちょっとだけお時間いただいたら大丈夫だと思います。すごい期待してます。期待してます。はい。なんか大学行ってもやっぱ結局辞めそうな匂いがプンプンするんですよね。4年間ですよ。4年間学校に通って研究とかできます？本当に。できます。約束します。今勉強はしてるんですか？勉強はもうむちゃくちゃしてます。あ、もうむちゃくちゃって言ったらまた怒られるわ。大丈夫だ、いないか、岩井さん。まあ、10時間ぐらい今、まあ、1日でしてて、まあ、英語大体、5、6時間っていうのと、まあ、小論書くのと、リライトで4時間っていうので使ってて、受験。参考書名で言うと？参考書は、基礎英文法っていうの、オレンジ色と白の。あれやってんの？はい。え？ダメですか？いや、ダメではないです。ダメですか？じゃないけど、レア。今時じゃないよね。そうですね。なんで、塾が必要なんですよね。いや、そんな YouTube でおすすめの参考者が載ってるよ。今時やってる人結構いる。古いっすね。古いっすね。そうなんです。正直。俺の時代だよ。なんでそれでした？俺より古いの。なんか、いろいろ調べてたら、SAC 受かった方のブログ読んでたら、それやったよっていうの書いてたんで。30年前に受かった人じゃない？ですかね。小論文は何を勉強した？小論文は箱問解いて、で、それを、ま、知り合いにこう、添削してもらって、それリライトしてもらってだったりとか、30年後、40年後予測みたいなのが多いので、池上さんの本を読んで、30年後、40年後こうなるかなとかっていうのを覚えながら。けど、小論文の過去問をいきなりやっても、なんかネタがないじゃない元々の。その勉強としはいきなり過去問はあんま良くないんじゃないの、うん、意外と僕そういうなんか、よくわかんない発想をたまにしちゃうんで、まあ、今回もちょっと、あんまり、その、受験生の方にね、パクられるのもちょっと嫌なんで言えないんですけど、電車の未来みたいなのを今ちょっと考えてて、自分なりに。だからそれとかも勉強法的に、まず揃えるもの揃えないとさ。っていう基礎英文法問題成功を選んでるところもいきなり小論の過去問やってるところもちょっと勉強方法は間違ってる気がするけどね。高田先生どうですか？参考書ちゃんとリサーチして今自分に一番合った参考書選んだ方がいいし、多分林先生が言いたい小論文は書く材料ないと文字起こせないよねと。だから電車の未来がドンピシャ出てたらいいかもしれないけど当たることないわけやんか。 Q&A が結構ずれるからこう聞きたいことを想像して言わんとちょっと面接が苦しいかもね。そうですね。今回、塾が、武田塾、キャスト大師さん、で、菊塾さん、三社って、どこに行くかっていうのも今日決めたいっていう。そうですね、はい。リクエスト。あ、そうか、ここで決めるんですか？はい、そうですね。それ難しい。うん、ただ、自分の中で一個ちょっと気になったのが、さっき菊塾さんと、キャスト大師さんは、割とオンライン中心の授業されたと思うんですけども、で、武田塾さんが実際の教室を構えてらっしゃって、オンラインの授業っていうのが、対面で、やっぱこう生身でずっとなんか、いろんなことしてきた人間なんで、どれぐらいこう自分の集中力とか、どれぐらい授業が進み方とかも、なんかそのオンラインとやっぱ実際の教室ではちょっとわかんなくて、まあ、それはオンラインだったらやっぱどういう感じで皆さん進めらっしゃるっていうか、そう。逆質問ですね。それはもう、すいません、いや、全然大丈夫ですけど。いや、まあ、オンラインなんで、まあ、1対1なんですよ、そもそも。集団授業じゃないので、もう先生とその会話をしながら進めていく。だからそこで講義が0から1の、0から10の話が行われるのではなくて、もうある程度課題とかをやってきてもらった上で、できてないところとかを説明したりとか、あとは添削をその場で一緒にやったりとか、まあそれが、まあうちの場合はですけどね、菊塾さんはわからないですけど、そういうことが多いですね。菊塾さんは、ごめんなさい、僕はつい最近受験生版を見させてもらったんですけど、ちょっと最近のやつしか出てらっしゃらなかったので、あんまりちょっと、リサーチもちょっと仕切れていないところがありまして、菊塾さんも基本的にはそのオンライン、っていうのは、まあそうですね。あと1年前ぐらいから出てます。あ、そうですか。あ、影薄いですよ。まあほら、しょうがないじゃん。もう影薄かった。影薄かったって、しょうがないそれは。いや、聞くとですね、多分、少年ビッグからの塾の PR チャンスのパス、はい、まあ本当にオンラインは多分おそらくどこも同じような塾だと思うんですけど。同じじゃないよ。あれ一緒にするだろ。どれだけ工夫してやってると思ったそれは同じように、マンツーマンで、課題を与えてやってきてもらって、まあ、疑問点の解消だったりとか、進捗管理ですね。菊塾さんの
強いポイントみたいなの教えていただきたい。ポイントここだけはみたいな。やっぱり安いかな。あ安い。せっかく視聴者にプロモーションできる。あのやっぱりっいいあのオリンピックのパスによって視聴者にプロモーションできるチャンスめちゃくちゃ大事。じゃああとそのせっかくなんでちょっと投資のリターンの話をしましょうか。はい。50万円虎の方たちにお金をもらってそれを融資じゃなくて今回は投資オンリーですね。じゃあどう考えているのかちょっと説明してもらえますか。現状僕が自分の SNS でもうちょっと受験の1週間に1回だけショートで軽くこんな感じにも受験してよっていうのを上げてて、まあ、それもいい感じにちょっと今伸びてきてるコンテンツではあるんですけど、それにプラスでドキュメンタリーみたいな感じでこの5ヶ月間トラさんの塾に貸していただいて合格するまでのもうサクセスストーリーっていうのをこうドキュメンタリー風にして提供させてもらえたら、それがいい、まあ、受かった時にこう広告になるんじゃないかなっていうふうにも思ってますし、まあ、それと自分のコンテンツでプラスでもちろん青笹さんに今回関係するかもしれないですけど、僕も動画はある程度はちょっとやってきた部分もあるんで、そこをもうちょっとなんか自分なりの動画っていうのを皆さんの事業とかで何かしらでお手伝いさせてもらえたらなっていうふうに思っています。意外とね小場所が嫌いじゃないっていうところがなんか嫌われそうじゃん小場所に。いやそうじゃない、キャラが全然、キャラ全然意外と嫌いじゃない。いや別に全然嫌いとこはない。僕は大好きです。なんかその言うこと聞かないとか勉強してないのが嫌なんで、今あと10時間やってるのはやり方ちょっと変だなってとこあるけど、偉いは偉いと思うんで。ありがとうございます。で別に影響されてちょっと破天荒感はあるけど、結局育ちいいんだなっていう感じにしてます。そう考えるとやっぱさ、この大学を受験をしてるというか大学行ってるこの安心感でやっぱ俺半端ないと思うんだよね。大学受験を一般で受かるっていうことはね非常に僕は大事だと思ってるんですよ。投資してもらった分リターンはその PR 動画でお返ししますよっていう理解で虎の人たちは大丈夫ですか。はい大丈夫です、うん、確かに今までなんか虎のチャンネルに出ますっていう受験生はめちゃくちゃいっぱいいて、それリターンになってないからって超僕も言ってきましたけど、多分リターンになる可能性のある唯一の志願者かもしれないですね。ありがとうございます。カメラ回る前小橋さん、またこのパターンかよって。言ってた言ってた言ってた。いやもう僕この最初にこうもらう紙の右下に投資融資の条件書いてあって、まずそこ見ちゃうんですよ。そこ見てうわまた出るとか言ってる。したら次のページで10万人だよって言われて、おすげえみたいな手のひらを返しました。はい、どこの塾に行くかではめちゃくちゃ重要じゃないですか。まだ決まってないですもんね。今プレゼン受けてここかなみたいなところはありますか。いやーでも皆さんすごい理想的だなと思うんですけど、まあ、ただ一方でやっぱり僕の性格的にやっぱこう生身の空間っていうのがやっぱすごい好きなんで、武田塾さんの今のスタイルが、まあ、今の僕には合ってるんじゃないかな。武田塾さんで教えていただくのか、今のところは、まあ、やっぱ校舎も実際構えていらっしゃいますので。校舎作んないの菊塾。校舎作りたいけどちょっとまだ勇気が踏み出せてないっていう、ね、少年ビッグ4作ればいいじゃん。本当ですか。マジですか。菊塾すごいやん。家どこに住んでんの。今品川です。じゃあ本校作るとしたらどこ。いのおすすめ、おすすめですか。おすすめ。なんかお茶の水皆さん出してるイメージあるんですけど。なんなん。じゃあ俺のおすすめのところ作る。じゃあ。はいはい。あるんじゃないの。ないの。うちはない。ちょっと計画はあるんですけど。うん、ないんです。作ったらビッグ用に。ビッグ用はないですか。確かに。流行るかもしれないですよ。はい。はい、僕は30万円出させていただきたいと思います。はい。僕10万です。あります。僕は50万円です。おお。はい。まあやっぱりあ、そうだ、そうだ、そうだ。はい、すいません、すいません。もう長いのに。まだ。私は30万円でお願いします。本当に、楽しかった。あ、すいません。来た来た。初心者ばっかり。すいません。もういい加減にしてよ、本当に。多いっすよな。多いっすよね。なんなん。あ、すいません。30。はい。気持ちの20万っすね。はい。ぜひ。頑張ってください。ありがとうございます。頑張ってください。そこに入れるの？応援してます。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。イグジェクさんも頑張ってください。ありがとうございます。いや、いいいじり方分かってるな。応援されました。将来大物になるかもね。ありがとうございます。竹崎君任せてください。ありがとうございます。頑張ってね。応援されました。池崎さんもコンビ組んだ方がいいんじゃないですか。